2024年 NHK 紅白レコード大賞。ナンバーアンダーライン愛は受賞なるか。紅白歌合戦2024ナンバーアンダーライン愛初出場なるか。ジャニーズ事務所との関係は、出演者予想と見どころも。2024年が近づくにつれて、音楽ファンたちは年末の恒例行事である、NHK 紅白歌合戦と、 日本レコード大賞に向けてて期待を高めています。この2つの番組は、日本の音楽業界における最大の舞台であり、そこで受賞することや出演することは、アーティストにとって名誉と同時に一つの節目でもあります。今年、特に注目を集めているのが、2023年に結成された新グループ、ナンンバーアンダーアダインア i です。このグループは、旧ジャニーズ事務所からの脱退を経て、 新しいエンターテインメント会社とべで活躍を始めた平野翔、耀、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人によって構成されています。彼らのデビュー曲、g o は2023年1月1日に発表され、以降、彼らはさまざまなランキングで圧倒的な記録を打ち立ててきました。YouTube のミュージックビデオ再生数やオリコンランキング、さらにはビルボード・ジャパン週刊シングルセールスチャートでの1位獲得など、 音楽業界全体でその存在感を示している彼らの勢いは止まるところを知りません。しかし、ナンバーアンダーライン愛に注目が集まるのはその音楽的な成功だけではありません。彼らが結成された背景には旧ジャニーズ事務所の問題が大きく関係しています。ジャニーズ事務所は過去に数多くのスターを輩出してきましたが、 創業者のジャニー北川氏にまつわる不祥事が業界全体に大きな波紋を広げ、事務所自体が世間から厳しい目で見られるようになりました。そのため、旧ジャニーズの所属タレントたちは、メディア露出や音楽賞への参加に制約を受けることが多くなり、その影響は、日本レコード大賞にも及んでいます。過去に、旧ジャニーズ事務所はアーティスト同士の競争を避ける方針を打ち出し、 レコード大賞への出演を辞退ししてきたた経緯がありましたこの方針の結果、旧ジャニーズ所属アーティストが、レコード大賞で賞を獲得することは極めて稀でした。しかし、ナンバー・アンダーライン愛の台頭により、その流れが変わるかもしれないという期待が高まっています。ナンバー・アンダーライン愛の成功は、彼ら自身の才能だけでなく、 プロデューサーである滝沢秀明氏の存在が大きく寄与していると言われています。滝沢氏は、かつてジャニーズ事務所の副社長を務め、タレント時代には中国で大きな人気を博していました。彼は旧ジャニーズ事務所の体制下で長年活動してきた経験を持ち、そのノウハウを生かし、戸辺を立ち上げました。彼の戦略的なリーダーシップのもと、ナンバーアンダーライン愛は国内外での成功を目指しており、 特に中国市場への進出にも積極的な姿勢を見せています。今年4月には、所属グループである IMP が中国での活動を開始した際、滝沢氏自身が中国に同行し、現地の SNS でプロモーションを行うなど、精力的な活動が続いています。このような動きは、ナンバーアンダーラインイが日本だけでなく、グローバルな市場でも成功を収めるための準備として捉えられており、 滝沢氏が、レコード大賞への関与も視野に入れている可能性があると言われています。一方で、ナンバーアンダーライン愛が、日本レコード大賞で賞を獲得するかどうかは、まだ確定していない状況です。過去のジャニーズ事務所との関係性が影響しているとも言われますが、それを乗り越えて新しい風を吹き込むかどうかが注目されるポイントです。さらに、 彼らの NHK 紅白歌合戦への出演も有力視されています。紅白は日本の音楽シーンにおいて大きな影響力を持つ番組であり、年末の音楽特番として圧倒的な視聴率を誇ります。ナンバーアンダーライン愛が紅白に出演すれば、彼らのファン層だけでなく、さらに広い層にその音楽とパフォーマンスをアピールする絶好の機会となるでしょう。ただし、 一部のファンや音楽評論家の間ではレコード大賞や紅白に対して現在の音楽業界の変化に合わないのではないかという声もあります近年音楽の消費方法は大きく変わり CD の販売よりもストリーミングサービスが主流となっていますそのためレコード大賞が果たして今の時代にふさわしい賞なのかという疑問が投げかけられています サブスクリプションサービスで圧倒的な人気を誇るミセス・ドット・グリーン・アップルが昨年のレコード大賞を受賞したことは多くの人にとって納得のいく結果でしたがそれでもこの賞自体の価値が時代に取り残されていると感じる人々も少なくありませんそうした中でナンバー・アンダーライン愛がもしレコード大賞を受賞すればそれは彼らにとって大きな成果であると同時に 小字体の意義を再定義する契機となるかもしれません。また、ナンバーアンダーライン愛が日本国内だけでなく、世界に向けた活動を視野に入れていることも、彼らの今後の成長にとって重要な要素です。滝沢氏は、すでに中国市場での成功を目指しており、これが成功すれば、他のアジア諸国や欧米市場への進出も視野に入ってくるでしょう。過去に、 ジャニーズ事務所のアーティストたちは国内市場に主眼を置いて活動してきましたが、グローバル化が進む現代において、海外での成功はますます重要な指標となっています。特に、K-POP のような韓国のエンターテインメント業界が世界的に成功を収めている現在、日本のアーティストたちも同様に海外市場での認知度を高める必要があります。ナンバーアンダーライン愛がその先駆者となるかどうか、 注目が集まりまりすファンの間では、ナンバーアンダーライン愛が大規模なライブツアーを開催し、地方のファンにももっと接近してほしいという期待も高まっています。彼らが全国規模でのドームツアーを実施すれば、その影響力はさらに大きく広がるでしょう。そして、もし紅白やレコ大での活躍が加われば、彼らの音楽キャリアはますます輝かしいものとなることが予想されます。 一方で、日本の芸能界全体にも変革の兆しが見えています。旧ジャニーズ事務所が日本の音楽業界を長年支配してきた構図が崩れつつあり、他の新興事務所やアーティストたちが台頭してきています。その一例が、昨年、最優秀新人賞を受賞したフルーツジッパーです。彼らの成功は、これまで地下で活動していたアイドルたちが、 旧ジャニーズ事務所の影響力を超えて日本の音楽シーンに新たな風を吹き込む可能性を示しています。このような新しい動きが進む中で、ナンバーアンダーライン愛がどのようにして自らの存在を確立していくのかは、大きな注目を集めるテーマです。最終的に、2024年の年末はナンバーアンダーライン愛にとって特別な年となるかもしれません。彼らが日本レコード大賞で輝くか、 あるいは「紅白」でその名を轟かせるか、いずれにしても、彼らの成功は飛べのさらなる飛躍を象徴するものとなるでしょう。そして、旧ジャニーズ事務所の影響力が薄れる中で、新しいエンターテインメントの時代が到来していることを、彼らは体現しているのです。